はい、花番でございます。のび太の牧場物語遊んでいきたいと思います。この4回ですかね、マイクの、調子が悪かったっていうところと、あと画像、ちょっと画像はちょっと今から、また試して、ちょっと改善していきたいと思いますが、ご不便をおかけしまして申し訳ございませんでした。マイクについては、マイクロアンプだったかな。それをちょっと、購入して、ちょっとつけてみました。それによって、あれですね、これまで、マイクはもう口元から10センチぐらい離れたところで、かつ、ちょっと高さが足りなかったんで、会社指揮法っていう株価見れるやつ、あれを、2冊乗っけて、その上にマイクつけて、マイク目の前で喋ってやってたんですけど、今はもう結構話してても声がなんか通るようになったんで結構便利になりました。で、そのちょっとまたなんか、設定をちょっと いじったことによって、ご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、ちょっとまだちょっとまだこの動画の設定とかちょっと全然分かってないんで、すいませんが、もう少しご辛抱ください。ちょっと最適な部分をちょっと見つけようと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。今日は、1年目の春の23日になってます。で、もうそろそろ家が大きくなるんじゃないかなと思ってます。はい。お、ドラえもんが、お家の前にいましたね。いや、おはよう、のび太くん。ドラえもんおはよう。5日後、春の作物コンテストがあるから、出てみたらどうかなって誘いに来たんだ。そうなの、春に育つ作物があれば、誰でも参加できるよう、春限定なんですね。で、変、はい。春の、28日10時か18時までの間に、広場にいるヤーメイさんに作物を渡せば参加できるんだ。参加してみようかな。のび太くんが育てた作物がコンテストに出るのを楽しみにしているね。またね。バイバイ。はい。なるほど。今一応、あれですね。いちごと、ちょっと高級肥料ではないんですけど、肥料を、けども、高級にしようかな。では、高級、ここと、ここに、肥料を撒いてるんで、いつも通り。あ、なるほど、高級だから、ちょっと、いろんな色の肥料があるんですね。あ、もうこれでできたのか。タイミング間違ったかな。キューパーの方、あれですね、イチゴはすごい美味しそうな、はあ、またミスったな。よし。で、あとは蝶を取って鶏の外に出してあげる。あと3500円。なる
置けない。やあ、いや伸びた。よし、これで卵をポイポイと。で、おやつをあげよう。あ、おじいちゃん来た。おはよう。朝から頑張っとるの、わしも頑張るぞ、グー。 ありがとう。え、ちょっとやりづらいな、これ。ニワトリと喋るのは三角で、人に物をあげるのも三角って、ちょっと、しかも動物のやつ、あのおじいちゃん喜ぶんだな。うん。今日もニワトリは元気ですね。はい。で、一段落終わったんで、ほやのび太ちゃん、春は暖かくて気持ちがいいね。鶏買えるな。あら、誰もいないか。あれ、あ、今日月曜日か。やってるか。よし、じゃあもう買っちゃいましょう。あ、ケン君、おおはよう、元気か。あら、よく来たわね、自慢のニワトリたち。よし、これでじゃあ苔っこを作ったんで、苔用で。あら、ではないのかな。やっぱり鶏小屋を大きくしたら、まさか今が限界っていうだけか。けど、これで今はあれですね、卵1日に5個手に入れることができるので、これで多分料理とかでも使うと思うんで、よいしょ。で、あ、そうだ、収穫しなかったな。さて、肥料を与えてたイチゴはどうでしょう。あえて、最後に取ろうと思うんですが。これが全部、星 0.5 ですよね。あ、ここまでやってもダメなのか。かあ、なんと。けど、まだ、日にちは、ないのかな。
けどあれだな、ちょっと期待して。なるほど、ここ立った後に矢印キーで向けば間違った方向向かなくていいのか。なるほど。左、ここで左にちゃんと向いて、おお、あ、これでミスらないですね。よし、おじいちゃんお帰りですね。よく来たな。トン転換のお店はやっぱり大工し、こう家の拡張してる時だけはこっちに来てくれるんですね。出張、よく来たな。出張ペンタさんですね。あ、そうだ、なんかおしゃれに柵とか、木のゲート、木のフェンス、木のアーチ、どう使うかはあなた次第。牧場のところ、あの、ニワトリ小屋とかにフェンスつけて、ゲートつければ、いいのかな？どうだろうな。柵みたいなのはないのかな？家、いいか。これが外か。フェンスね。あ、土管とかあるんだ。これ欲しいな。鶏の看板、牛の看板とか、なんかいろいろあるな。よく来たな。よし、ではいつも通り一旦釣りをして、なんかでかいのが。よし。カジキはいつ釣れるんだろうな。やっぱ3回目から力
間がかかるから 3回釣りで終了。どうだろうな。大体私夜に撮ってるんで、この時間本当になんかもう寝落ちしそうで、この3回目4回目。よし、時間が何もしない時間っていうのと、こののどかな音楽を聴いてると、寝そうになっちゃいますね。よっと。やっぱりカジキ釣るにはあれかな、高級餌がないとダメなのかな。もうちょっとお金にゆとりがないと、あの300円は1回300円ですからね。カジキを待ってますね。さて今日は木が取れるかな。木はなさそうだな今日は。さて一回戻って、あ、ヤメさんヤメさん、いい天気で遊びたくなるじゃろうが、牧場はしっかり世話するんじゃぞ。分かっております。あ、やってない日だな。春の作物コンテスト。あ、よう伸びた。今日はいい天気だよな。うん。あ、ちょっと怒られちゃいましたね。いらっしゃい。あとあれですね。あ、小麦。麦もあれか。大きなカバンは欲しいけどな。あ、静香ちゃんだ。ごめんね、のび太ちゃん。今、お腹がペコペコで。あれ、ご飯屋さん行くのかな。こんにちは。こんにちは。よっと。はるか、そろそろ虫が出てますね。早いな。ドラえもん暇なのか。
いやー、待ちすぎでしょう。春が来たよ、そうだね。1時間半前に待ってる、すごいな。では、いい天気だな、腕が鳴るぜ。残りの体力で。採掘をちょっとしたいと思います。えい、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 もう早いな。えい、で、体格。この下の方での、あれですね。資材が欲しいので。まあ多分ここは、あれなんだろうな。あの黒い床のところが階段なんだろうな。まあ体力1でいけるところだけを削って。しいたけは3。もう食べるものはないか。えい、よいしょ。えい、よし。じゃああとはまたリーナスさんが。おお、怖い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 。これが欲しいんでしたよ。はい。夜に、こんなマッチョがいると怖いですね。ヴィーナスさんと、お話をして、いるかな？あ、いたいたいた。この人、よくお腹空いてるな。あ、けど、あ、いつの間にか仲良くなってるな。いい感じだな。さんを拾って、山頂はあまりというかイベントになったことないんであれですけど、一応どのタイミングになったらイベントになるんだろうな、ここ。あ、ビワがあった。これで荷物はいっぱいかな。あ、まだあと1個あったな。
ジャイアンいるかな。お、今伸びた、元気だな。外は晴れてる、いい天気だぞ。結構夜更かししてしまったな。明日の体力がどうなるかだな。80ぐらいになっちゃうかな。よいしょ。では今日はここまでにしたいと思います。ではのび太くんおやすみなさい。